ようございます。まだお腹の中に食べ物があります。素敵な眺めです。おはよう釧路。新陽小学校はあの辺りです。ここで成人式やりました。はい、おはようございます。今日はついてないですか。今日ハトは一応持ってます。あ、わかりました。ありがとうございます。今日はマジック教室です。まずは 1,2 年生で、次に 3,4 年生で、次に最後に 5,6 年生。楽しみでございます。山ちゃんの弟子にするっていう子が出たらどうします？いやー、まずタイツの着こなしから教えますね。え、何色のタイツ？あー、緑はもう本当真打ちになったら。真打ちどういう風に進化していくの？いや、そうですね、僕のやっぱ昇進試験みたいな、昇級試験みたいな。まずは白タイツから。そうですね、白帯からで黒帯とかなって、どんどん。いや、まあ緑はちょっと譲れないですね。緑は、いや、別に真打ちになっても緑は、あ、青ぐらいですかね。のれん分けするときにやった。そうですね、江戸東じゃないですか。東屋じゃないですか。緑色でのれん分けするって、もう。今日なんかエゾシカ肉の。あ、失礼します。お邪魔します。あ、お邪魔します。エゾシカ肉、すごいね。すごいね。ありがとうございます。じゃあね、後ほどね。後ほど。6年生は今日円形で食べてます。みんなが家庭科で作ったやつでしょ。はい、そうです。さすが釧路だね。鹿肉ザンギ、食べるね。いただきます。よし、ちょっと鹿肉いただきます。みんなが揚げたやつ。あ、牛乳。釧路で作った牛乳なんですって。こっちは帯広で作った。本泉大地の、はい、トカチ。うまいですよね、こっちの方の。だってハーゲンダッツが、はい、浜中さんもね。ありがとうございます。鹿から行こう。いただきます。ありがとうございます。すいません。めっちゃ肉々しいですね。おいしい。揚げ加減いいわ。すごいね、給食で鹿肉って。うわ、ラーメン久々。20何年ぶりよ。20何年間ラーメン食ってんの。いや、ラーメンは食べてるけど。学校のラーメン、うわ久々。山ちゃんって今どこ住んでんの？札幌市二丁目。この住所覚えてたら山ちゃんの家に。他人に書いとけばいい。山ちゃんの住所書いたら何か送れる。うん、今部屋番号言ってないけど、言ったら送れるわ。懐かしいね。あ、知らないか。うわ、懐かしいね。ごめんね、うるさくて。なんか入れた、ビ
じりか話題出せるんですか。パンダ、釧路の牛乳とパンですよ。地産地消ってやつですね。自分の親のことでしょ。何なんかお母さんが山ちゃんの同級生らしい。誰？お名前何？そうなの？そうなの？衝撃。山ちゃんってなんか彼女とか結婚とかしてるの？結婚して子供2人いるよ。いる。結婚してなさそう。子供を置き去りにして札幌に置いてきた。じゃあねっつって。ちょっと今物調べができない。うん、聞こえてる。え、こんにちは。お、すごい。今絶対 YouTube 行きだよ。こんにちはって言いたかったんだ。え、なんか言いたいことある？こんばんは。え？いや、名前はダメじゃない。質問全然受け付けるよ。山ちゃん。うん。ジェニーと命はどっちが大事なの？何それ。山ちゃん。命だね。ファン大丈夫？じゃあ、山ちゃん。自分の命と奥さんの命。美味しいね、ラーメン。ごまかした。校長先生から過去の山ちゃんについて聞いたけど、今と正反対の性格だった。そうなのよ。人前に出るの嫌だったし、でも人って変わるから。何があったの？なんかね、慣れてくるの。最初嫌だったんだけど、人前に 出すぎるとね、だんだん慣れてくるんだよね。お疲れ様でした。これ懐かしいよ。わかんないでしょ、懐かしさ。うわ、なんか空広いな。カラスがいるだけで。カレーはいつなんですか。カレーないですね。今月カレーなしじゃないですか。ないな。そんな月あります？ああ、冬休み。あれほら。あ、1月。うわ、1月19来よう。うん。いや。タッパ持っといて。いや、インディアンカレーじゃないですか。うわ、この絵を覚えてますよ。この長靴の後ろに足があるって。会社の社長になってますよ。いっぱい働いてみんなのためになる機械を作る社長ね。ああ、でも種作ってはいっぱい。いや、そうですね。でもさ、こんなこと思ってないこと書いてんな、こいつ。まあ、でもとりあえず描いた感がすごいですけどね。全然緑になってない。なってないですね。くせ毛感はありますけど、ちゃんと。おばさんが夕日が。そうです。毎回撮ってます。いい夕日だな。ちょっと向いてきます。Magic shine.